のある人をほったらかしにして、しかもそんなやつ反逆されるっていう、ね、そういう筋書き。これから進んでいくとどうなるかっていう、まあ長文の講座をどうしてもやんなきゃいけないですからね。英語は長文ですからね、やっぱりね。で、結構ね、心配の声が届くんですよ。どうせ長文なんて著作権で引っかかっちゃうからできないんでしょっていきますよ。ハローでは始まりました。森田チャンネルです。今回はですね、そうです。いやー、やりましたね。ただ呼びの僕の自動詞と他動詞丸1ですかの動画がですね、YouTube の、動画急上昇ランク33位、中途半端ですが、に入りました。あのね、急上昇ランクに入るのはね、一つの目標だったんですけど、こんなに早く達成することができると思ってなかったですね。授業動画ですよ。授業動画で入ることができるんだと思って、ね、すごいありがたい。よかったです。本当にいいですね。ありがとうございます。皆さん見ていただきましてですね。なんで、その感謝の気持ちとですね、まあ、現状どうなのかっていうのをですね、話していこうかなと思いますね。まあ、見てわかると思いますが、メインチャンネル、そうですね、編集マン入って、のは、多分見てわかりますよね。そうですね。今のところ2人の、そうですね、勘太郎さんの息子さん、そして別の編集マンの方が出ています。で、多分3人目のがこれから出てくると思いますね、多分ね。あ、今のところ3本出てますね。ジェイミーのやつと、小場翔さんとのトークと、昨日の早稲田合格塾平先生とのですね、3本が僕が編集してないやつになります。まあ、現状ただ呼びの方が忙しいので、もう今やってますけど、これはやってますけど、やれてない状況だったんで、でただ呼びの方も別に僕だけが編集してるわけではないので、あのエフェクトとかできないですか、手がズバッとかですね、できなくて、今現状を2チームの編集の人がおそらく決まっていくって感じですね。いろんな、本当にね、寝る間も惜しんでやってもらってるので本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。多分まあ2チームになるので、これでだいぶですね、楽になるかとは思うんですよね。さすがに、そう、編集してる人だったらわかるんですけどね、1日2本ってね、めちゃ大変なんですよ。自分もそうだもん。やっぱ1日2本編集するのってめちゃくちゃ大変だし、さらに、で、まあ、また僕が言うわけですからね。こここうしてください、こうしてくださいっていうのを言って、ここ変更してくださいとかっていうのはね、結構大変なんですよ。密にね、連絡取りながら編集していくので、だ結構自分自身もそこをね、手が離せない感じなんですよね。で、さらには、当然 YouTube の方もやんなきゃいけないんで、ただ呼びのね、まあ、いろいろやってはもらってるんですけど、動画1個出すのにもね、アップロードただすだけじゃないですからね、題名だったり概要欄だったりね、コメントのチェックだったりとか、そういうのもやってます。あ、全部じゃないですけど、まずやってもらって、でそこに僕は修正をかけてるって感じですね。だからただ呼びのね、コメントもだいぶ見てますね。全部はちょっと見れてないですけど、あ、英語はちゃんと全部見てますんで。そんな忙しいから、その授業準備せずにやってますけど、あのただ呼びのやつっていうのは、まあそこはね、編集でなんとかしよう、編集任せ。今のところ、はい、気に入ってもらえるようで。そう、だから授業準備をしなくたって自分はできるんだっていうのはね、ちょっとね、見せたいわけですよ。自分にないのは知名度だと思ってますから、ね、自分に足らないのは知名度だと思ってるので、それさえあれば上には上がれると思っているので、本当に応援してください。そのね、知名度を自分に渡さなかった、ね、この何年間か、ね、ただ唾つけられてたっていうのを、まあ、見返してやるという感じになります。で、レベルの高いクラスになったら、きちっと準備してね、ドンとやりますから。その時に、わあ、なんてこった、とんでもない力のある人をほったらかしにして、しかもそんなやつに反逆されてっていうね、そういう筋書きです。生授業で見てる人だったらわかるんですけど、そこで出す技がたくさんこれからね、出てきます。技やネタがこれからね、たくさん出てきて、で、それらをこう授業やりながら、ああ、ここにあれ入れればいいな、ここにあれ入れればいいなっていう風になってる感じです。で、まあこれからどういった風にやっていくかですけど、まあ長文の講座をどうしてもやんなきゃいけないですからね。英語は長文ですからね、やっぱりね。あとはそう、過去問ね、解説するやつもね、始めたいんですよね。それは、受験期に多少やりたいなと思って、でもそんな無料で大丈夫なんですかって。あ、そうそう、無料でなんで広告つけないんですか。いや、まだだって審査通ってないですから。
まず条件はクリアしてますよ。当然もうだって7万何、ね、登録者7万超えてて、僕多分明日ぐらいに抜かれるんでしょう、このメインチャンネル。悲しいんだか嬉しいんだかね。自分に抜かれるみたいなね。広告のやつついたらやります。はい、だって本当に無料でやってますからね、私ね。無償でやってます。だから編集の、そう言いましたけど、編集のお金しかもらってないんで、で編集のお金もあの編集マンたちに渡しちゃいますから、はい、だからそこ僕本当にお金じゃない、知名度さえもらえればそれで私はやりますと。全国に自分の名をちゃんと知らせることができるんであれば全然無料でやりますというふうに言ってあるので、最初から。だから本当に無料で全部出しちゃいますよ、本当に。で結構ね、心配の声が届くんですよ。どうせ長文できないんでしょって、ね、長文なんて著作権で引っかかっちゃうから YouTube 上で流せないんでしょ、ね、古文はほらもう昔の著作権なんかないからいいけど、英語できないんでしょ、できますよ、出しますから。もしだってね、 YouTube で長文の解説ができないんだったら、東進だってスタサブだってできないでしょ。当たり前ですけど、映像で流してるわけだから、ね、むしろだってこっちはタダで、他はお金もらってるわけだから、ちゃんと法律は調べてますので、そこは安心してください。あの本当にすごいちゃんとした弁護士さんに全部聞いてきましたから、その英語だって現代文だってできますよ。ただちゃんとルールがあるから、あの一般の人が普通に YouTube でただ流すのはちょっと危険、はい、でもこっちはちゃんとあるんですよ。こうすれば引っかからないっていうのをちゃんと当心だってスタサブだって守ってます、きちんとね。なんです、同じことをやればいいので、こちらもですね、ちゃんと著作権には引っかからないやり方で、授業をしていきますので。そう、みんな不思議に思わないのかな、そもそもね、なんで無料の方が。なのでそこは大丈夫なんですよ、ただ安心してください。私はちゃんと長文もやるし、そう、過去問のさやつ無料で出したらすごくない？過去問の講座、その時にはまあ当然難関大出てくるわけですから、難関大出てきたら普段の授業になりますからね、めちゃくちゃ早い。毒舌はまあ出るかな、だんだん出てきますよ、ただ呼びの方でも。ブラックジョークはあの、まあ普段の授業を受けてる人はよく知ってる通り、めちゃくちゃブラックジョーク言うからそれはだん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 出てきます。あの雑談が出る回もありますよ、今ほとんどないですけど。今日の英単語が毎回出るわけじゃないですからね、あの今この今日の朝の動画第2文型、あれ今日の英単語入ってないですね。あ、でもあのね、長くなりすぎちゃって今日の英単語入れられない回がね何回かあるんで、まとめて別枠で撮ろうと思ってますね。今日の英単語時間がなくて言えなかったってやつ、すごい重要なのも入ってるんですよ実は。なんでちょっと別枠でなんかねあげたいなと思ってる。なんか土曜日と日曜日とか土日にさ、その別枠回でなんかあげることできたらいいなと思ってます。あと今日の発音の時があったりするし、まあ、ちょっと楽しみにしてください。あの雑談回ありますので、2個ぐらい出たかな、アメリカ生活のやつ。結構私だってまあ特に合宿とか来てた人にはね話す機会がいっぱいあったから知ってますね。結構ぶっ飛んだ生活してますから、やっぱり伊達にね3カ国、まあ短期留学入れれば4カ国に留学してますから、ね、いろんな話があります。で旅もいっぱいしたから、旅ってね本当にぶっ飛んだ経験いっぱいありますから、そういうのもね、織り交ぜていきますんで楽しみにしてくださいね。だからね、過去問とか長文ね、もちろん最初基礎レベルでやってるから長文も基礎レベルでやって、初年度はどうすっか。でも基礎レベルでやってるから初年度はマーチレベルはいいのかな。でも総計もちょっとねやりたいよね、総計国立もちょっとね話したいよね。まあどういう講座がいいかっていうのは、そうまだ基礎英文法、そうそう基礎英文法いつ終わりますかっていうの分かりません、まだ全然。10分区切りの授業は初めてやるから、やらなきゃいけないことがバッてあるじゃないですか。その中 で基礎にはこれはいらないだろうなっていうのをいくつも取ってる状況なんで、そうなんか基礎なんだけどやっぱ入試に出ちゃうから、これ普段の生活でほとんど使わないけど、まあしょうがないっていうのは入ってきます。ただまあどっちでもいいじゃんとか、こんなのいいじゃんっていうのは削ってるんですよ。だからねちょっとね想像がつかないと、そういうの多分ねあの説明していくんで分かると思います、聞いてて。でこんなめちゃくちゃ硬い表現なんだけどねっていうのは言ってきますんで、まあ、いずれあの出てきますが、 So as to とかね、堅苦しい表現は扱えんのにさ
第1項ぐらいで言ったんだっけ、 look at とかはさ全然作文に書けないんですよ。 look at listen to 無理だから、そんな嘘だろうとかってね、結構コメントも来てましたけど、いやいやいや全然嘘じゃないですよ。教える側になってごらんなさい。東大英語の作文教える側になってごらんなさい。よくわかりますよ。なんで、はい、リクエストお待ちしております。The Start Dash はね成功しました。あとはね、編集がうまく回っていけばメインチャンネル、サブチャンネルにも、ね、きちんと力入れてやっていきたい。しかしコラボができないからね、どうなんだろう。もうそろそろコラボストック切れるぞ。コラボチャンネルなのにどうする。なんか自分で企画ものもさ外出れないからさあ、参考書使うか、それありだな。参考書やる時間がねえや。でもやっぱ手が開かないといけないですね。手が開いたら参考書一気読きとかさ全部解くとかちょっとやりたいなと思ってますけど、それは楽しみに待っててください。はい、タダ呼びこれまたドンと行きますしね、武田塾チャンネルでもね、バンバン動画出ていくと思いますので、今のところはストックが結構あるんで、週1で出てたとしても5月の6日ですか、それまでには出る形になりますね。新たに撮っていけるかがちょっと不安ですね。それはちょっと分かんない状況なんで、はい、そんな感じでやっていきますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.